今回は前回に引き続いて基本形の第2弾で進めてまいりたいと思います。今日は森花の車体形という受け方を説明していきたいと思います。はい、まずはここに設計図書いていきたいと思います。まず下記がありますね。車体形、今度は流しが長い形ですね。で、芯は大体ですけど流しの3分の2ぐらい、そして受け、これは3分の1ぐらいで、お花は基本形は2つ、新前、新前は芯の3分の2ぐらい、前は芯の3分の1ぐらいで、上から見た図も書いていきます。流しはやはり、45度ぐらい、受けはまた5時の方向ですね。芯は、まあ、真上って言ってますけど、ちょっと後ろに下がっても、これは枝次第ですけど、車体形の場合はありかな。さらに横からやはり前に来ています。で、受け、芯は、まあ、若干下がっててもいいかなと。お花、芯前、前と、こんな感じで一応このイメージを元に早速いけてみたいと思います。今日用意した花材は雪柳ですね。まずこの枝を芯、流し、受けに配していきたいと思います。ただこの雪柳はちょっと暴れてるのもありますし、枝によってさまざま雰囲気が違うので、芯、流し、受けに適した枝を選んでいきたい。まず一番大事なのは流しを優先的に選んであげたいと思います。流しはやはり長い枝なので、長く横に伸びていく枝なので、こう横向きにしながら形のいいところ、伸びやかな枝を選んであげます。まずちょっとこのままだと比べづらいので、カットしましょう。まずね、余計なところを、前回も言ったけど裏表がありますね、枝には。で、表の面が、まあ、綺麗な線を出るようにカットしてみましょう。これはだからちょっと違う向きの枝なので、ね、ここと、これもそうですね、ここら辺もですね、ちょっと分かりやすくここら辺全部落としちゃう。そうすると平べったい面が見えたと思います。もう一本の枝も同じようなちょっと処理をしていきたいと思います。と、受けに伸びてる枝をカットしたい。すると、これとこれの違いなんですね。先端の方を見てみたいと思うんですけど、ちょっとこっちの方が横に並んでる枝が多いですよね。これとこれの違い、こう見てもいいですけど、ちょっと寂しい感じがしますね。枝の流れはお互い綺麗ではあるんですけれど、こっちの方がしっかり横枝がある感じで、ボリュームがあって使い勝手が良さそうですね。あと、枝の向きですね。この枝、正面から見ると右側に流れていると思います。この傾きで入れると後ろに下がっていく。こちらはじゃあ逆にどうかというと、正面から見ると左側に来ていると思います。こちらはこのように入れた時に前に来てくれると思います。この方が向きとしてはかっこいい形ですね。なのでこの枝を流しとして今日は使いたい。では早速流し入れていきたいと思います。これは大きい柿なので2倍取るとちょっと大きすぎると思うので 1.5 倍ぐらい切っていきます。下3分の1ぐらいは全部葉っぱ落としちゃっていいですね。感じでさっぱりさせてあげましょう。下の方は葉っぱもこう大きいのと小さいのがあるの分かりますかね。大きい葉っぱちょっと大味すぎるので取ってあげるとかっこよくなると思います。私今日も後ろから生けてます。で、皆さんは前から生けていただいて大丈夫です。分かりやすいように後ろから今日も生けていますので、よろしくお願いします。で、まっすぐ刺してから傾ける。しっかり刺しましょう。で、この時に表面が上を向く、芯を入れますけど、芯と流しが向かい合うっていうのは立体形の時と一緒ですね。はい、次に芯を入れていきたいと思います。芯はちょっとこのままだと難しいんです。さっき流しの候補としてあった
枝ですけど、ここの先端を使わずにここを先端として使ってみたいと思います。ここら辺トリミングをしていくんですけど、ここ落としちゃいます。どうなるかっていうと、まあ、ここら辺を先端としてみるんですね。長い枝を、まあ、流しの3分の2ぐらいなのでいい感じの長さだと思います。芯はちょっとこの図でもありますけど弓なりになってますので、この角度が芯に向いている角度で、これもちょっと溜めましょうかね。半折れぐらいは大丈夫なの で結局こんな感じの、だいぶ落としたところの方が大きいぐらいですけど、正面から見るとこういう形ですね。横から見るとこんな感じ。流しと芯は向かい合うので、この正面は流しの方、45度ぐらいこちらを向く。頂点を今ここら辺で見てますけど、ちょっと今後ろに来てますよね。後で横から確認したいと思います。で、次に受け。受けは緑が濃いところを選びたいと思いますので、ここら辺良さそうな感じがします。ここら辺も全部落としちゃいましょう。雪柳の場合は枝のどこを使うか、そして余計な枝の処分ですね、さばきが大事かなと思います。緑が濃い小さい葉っぱが多い、こういうところは綺麗な受けになると思います。これを3分の1ぐらい、長さこれぐらいですね。受けはやはり芯を見上げるような角度、上から見た時に時計の、まあ、5時の方向ですね。こんな感じで入ります。ちょっと横から確認してみましょうか。こちらが流し、芯、あの芯の頂点は やはり後ろの方に来てますけど、車体系の場合はこれでいいかなと思います。で、受けはだいぶあの横から見ても前に来てると思います。こんな感じで入ってますかね。はい、次にお花を入れていきたいと思います。今日は、石化ケイトウ、なかなか珍しい色ですね。あのオレンジ色のケイトウですね、入れていきたいと思います。この縦長で見るか横で見るかなんですけど、ちょっと斜めぐらいで見るのが、まあ、かっこいいかなと思います。横幅がこう広がるとあんまりかっこよくないですね。芯のだいたい3分の2ぐらいで、水切りで枝に当たっちゃうところとかは、まあ、お花は落とせないので枝を落としてありますよね。もう一本、今度は前にありますね。だいたい受けのちょっと上に乗っかってくるような位置に行きます。いいですね。これで、まあ、流し、芯、受け、新米、前と入りました。でさっきあのちょっと葉っぱ残してわざと切ったんですけど、これに3枚ぐらい使いましょうかね。こういう感じでここ落としますけど、ここですね。これはこちらの前の足元に緑を入れてあげましょう。こうすると緑が濃くなってまとまりが出るというか、落ち着くというか、綺麗な葉っぱはうまく使えるといいかなと思います。そして、あしらいを入れていきたいと思います。今日は浜なでしこですね。こんな感じの可愛いお花ですね。一つは下ですかね、もう一つはまあ間あたり、まあ、後ろもいいんだけど、お花とお花の間ぐらいに来るような感じで入れていきたいと思います。これ入れますけど、ちょっとさすがに多すぎる、密集しすぎなのは空いてあげたいと思います。ちょっとこれ、この今浜なでしこ多いので、少しお花を落としちゃいたいと思います。ここから見るとこういう感じですよね。まず下の方を2つ落としちゃいます。なんでかというと、まあ刺しやすさもですね、小足を作ってあげた方が刺しやすくもなるので、こんな感じでちょっと横の枝を取りました。ここちょっと密集が多いのと、これから咲いてきそうなのもあるので落としていきます。意外とこう真ん中から行った方がいいですね。
ここら辺も重なってるところ、真ん中の方。これも、ここ。いいですね。まあ、これぐらい。少しやっぱり、お花とお花の間隔が、まあ、密集しているとはいえ、あった方がいいと思います。またこれも同じですね。こう横長に見るより、こう縦で見てある。まあ、奥行きが出るのもあるんですけど、かっこよく出ると思います。高さはまあ、一旦これぐらいで切って、下の方のあしらいとして使っていきたいと思います。はい。それでは、浜なでしこ、あしらいですね。入れていきたいと思います。下の方ですね。ここは、ここら辺。ちょっと角度がつくように入るといいと思います。一つこれで入りました。もう一つ、これもやっぱり多いのでこんな感じ、先ほどより長めに使いますけど、これも下の方はしっかり処理をしてあげて、お花とお花の間あたりさりげなくくるぐらいでいいかなと思います。ちょっと他の色が入ると綺麗になりますよね。こんな感じであしらい2つ入りました。そして最後にねじめ、今日はレザーファンという葉っぱですね。これも下を濃くするまとめ上げるのにねじめという葉物で今日も入れていきたいと思います。ただ今これ三角形に見えると思いますけど、ここの葉っぱですね、これが長いんですね。なのでイメージとしては、まあ、卵型というか、まあ、葉っぱ型にカットをしてあげたいと思います。ここら辺はこの程度でいいかなと思います。まあ、こんな形になると使いやすいと思います。それぐらいですかね。で、これ前に来るのはやはり少し前に癖をつけて、横から見るとこんな感じですね。一旦にまずこれもやはり。こういう形ですね。今度は後ろですね。後ろも同じですね。やっぱりこう下のところはカットをしてあげるとカットをよく使えるかなと思います。後ろに入っていきます。短くてね。これで今ねじめが入った状態ですね。だいぶ足元が濃くなってまとまりが出たんじゃないかなと思います。でここまでできましたけど、もう一回チェックをしていきたいと思います。横からですね。流し、新、受け、で新前、前ですね。立派なお花なんでちょっと分かりづらいかもしれないですけど、まあ、この通り入ったかなと思います。はい、で剣山の位置ですけど、右側に寄せてあげてください。右側だいたい3分の1ぐらいの位置ですかね。そうするとこの水盤に張ったお水も見せるというか、この水面も見せるような、そんなイメージですかね。伸びていく枝の下にあるこう水面みたいな、そんなのも楽しめる形になっていると思います。これで森花の社体系の解説を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。